NS フライト、マビックエア2に GoPro 7 ブラックを乗せてみた。はい、どうも、マビックミニです。こんにちは、マビックエア2です。もうよ、雨どんだけ降ってんだかよ。もうやることないのでさ、今日部屋でね、焚き火やってます。焚き火やってます。初めて焚き火やってるんですね。だけど、なんか体焼くなっちゃってんだよな。そうです。わあ、すごいファイヤー。焚き火はやっぱ外でやらなきゃダメだよな。GoPro 7、GoPro 7、GoPro 7ブラックです。こんにちは。何ですか、あなたは。なんだよ、お前よ。はじめまして。GoPro 7ブラックです。ここに来たらですね、空飛べるって聞いたんで、ぜひぜひ私を空に連れてってください。あなたの小さい方に乗りたいんですけど、どうでしょう。俺はダメだよ。まあ、ちっちゃくて偉いことになっからよ。こいつのマビックやつにしてやってくれよ。僕でいいですか？あ、ぜひぜひ。GoPro 7です。GoPro 7 ブラックさん、大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。GoPro 7 ブラックです。GoPro 7 ブラックです。ちょっと緊張してますけど、すごいんですね。こんな風につくんですか。そうですよ。あとはね、僕に任しといてください。わかりました。 GoPro 7ですけど、頑張ります。ちょっと緊張しておりますよ、すごくね。じゃあ行きますよ。 GoPro 7ブラックさん、捕まっててくださいね。わかりました。 GoPro 7です。 GoPro 7です。はい、ということで今回はですね、映像を比べてみました。 Mavic Air 2のね、 2.7K30 コマ、GoPro 7ブラックのですね、 2.7 のね、25コマですね。ちょっとね、同じコマがなかったので近いコマでやっております。はい、もうね、見てもらうと分かるんですけど、あとね、好みの問題なのかなと思いますね。こうやって見えててもですね、マビックやつ、やはりね、ジンバルしっかりしておりますね。 GoPro 7ブラックの方がですね、こうこんにゃくみたいな、これふにゅ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 してるのが分かりますね。 GoPro 7 ブラックもね、結構手ブロ補正効いてたんですけどね、こう比べるとですね、ほら、ちょっとやっぱ違いますね。なかなかいいジンバル積んでおります、 Mavic Air 2ですね。どうでしょう。あとね、色の好みとかね、空の色も多少違いますけど、ほら、やっぱジンバルすごいですね。 GoPro 7 ブラックはこんなこんにゃくみたいな感じで映ります。でもね、これでもね、しっかりとして補正効いてると思いますね。皆様にはどう映っているでしょうか。はい、次です。今度はね、 4K ですね。 4K はね、同じコマがあったんで、同じコマで撮っております。 4K ですね。GoPro 7 ブラックの方がね、若干暗いのかなと思います。私はね、この、まあ、やっぱ色味がやっぱ違うのかな。違いますね、やっぱね。もう 4K でもね、こんなにね、右左に動きましたね。やはりね、空撮は Mavic Air 2がいいかと思われます。ね、本当あとは好みになっちゃうんですかね。まあ用途が違いますのでね、マビック Air 2のはね、本当に完全に空撮モデルですもんね。 GoPro 7 ブラックはね、手に取ったりね、車につけたり、いろんなね、用途がありますね。あとはね、皆様がどちらかを使うかはあなた次第ですね。はい、どうでしょうね。もう色好みですね。どっちが綺麗だとかちょっと僕は言えません。もう本当好みでいいんじゃないでしょうかね。こだわる人はね、いろいろと、他のね、映像を見てもらえばいいと思います。はい、これです。こんなにね、違うんですね。 GoPro 7 ブラックの右ですね、画像、こんなね、ボディ揺れてるんですよ、実はね。どうでしょう、ちょっとね、遅れちゃってるのはご了承くださいね。ほら、すごいですね、これね。はい、マビックやつ、同じように撮った映像です。やっぱね、しっかりしておりますね。これは空撮向きです。それではまたお会いしましょう。さよなら。